これは知らなかった。教習擁陸館。今回は教習擁陸館のお話です。新州丸。 日本陸軍の揚陸艦で、集艇搬水設備により、安全迅速に一挙に上陸用集艇であるダイハツ、コパ艇多数を兵員搭載状態で連続発進できるほか、それらの護衛法艇たる走行艇、高速偵察艇たる高速抵抗を搭載し、極めて高い上陸潜水艇能力を備えていた。 日中戦争最初期から太平洋戦争末期に至るまで数々の上陸作戦、揚陸作戦を成功に導いた。計画段階より搭載航空機による上陸部隊の支援攻撃が考慮されていたため、発展型である秋津丸と同じく現在の強襲揚陸艦の先駆的存在であった。秋津丸 帝国陸軍では、海軍の航空母艦とは別途に、陸軍特殊船を建造していた。これらは上陸用衆艇と飛行機の両方を搭載する上陸船用の特殊輸送船であり、上陸部隊を乗せた終艇を発進させると同時に搭載機をも戦場から発進させ、白地の防空や敵陣地の偵察のほか、攻撃に使用するという構想であった。 日本陸軍がこれら揚陸艦を開発、保有した背景は、当時の海軍は戦闘艦の整備に傾注し、揚陸艦といった支援、補助艦艇の開発には極めて消極的で、上陸船のみならず遠隔地への軍隊輸送、海上護衛に対して理解がなく、 揚陸艦のみならず上陸用州艇、上陸支援艇の開発、保有は必然的に陸軍が行う必要があった。現代の強襲揚陸艦の機能を先取りしていた新州丸秋津丸を開発、運用していた日本陸軍の先進性に驚きます。日本陸軍がこんな艦艇を運用していたことは知りませんでした。 現代の教習揚陸艦特徴その1は、固定翼・回転翼にかかわらず運用できる全通飛行甲板。特徴その2は、上陸用機材を迅速に発信できるウェルドック。硫黄島級教習揚陸艦 世界初の心臓ヘリ空母。ヘリコプターの発達を受けてアメリカ海へいたいでは、これを水陸療養作戦で活用するための研究を進めた。建造数7隻。2002年までに退役。タラワ級教習揚陸艦。 全通飛行艦板による航空運用機能と、ウェルドックによる上陸用集点の運用機能を兼ね備えた新しい揚陸艦として活躍した。建造数5隻。2015年までに退役。教州揚陸艦アメリカ。アメリカ級教州揚陸艦の一番艦。 サセボに配備。搭載機はブストル機6機及び回転翼機を加えて合計約30機。ライトニング空母としての運用も可能。その際は F35B16 から20機と空中給油機を兼ねる V22 を4機搭載する。 陸海空三軍の兵装を一元運用できる強襲揚陸艦使い勝手が良さそうですね。ライトニング空母をどんどん配備してほしいですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。